国鉄積1系貨車は、かつて日本国有鉄道に在籍した有害貨車である。本形式の改良型であるつ、無線型についても、本校で記述する。積1型は、国鉄が1950年から1953年にかけて600両を製作した日本初の15トン積みに軸通風車である。全球積2500型が、 有害兼用通風車であったのに対して、本形式は通風専用車で、同時期に製造されていた標準型有害車は無2万3000系の通風車版と言えるが、軸距は 300mm、車体が 350mm 長くなっている。車体は構成で、車体側板やつま板、側扉まで後半に穴を開けたスリット状の通風口が上下2段に設けられており、 通風に配慮して床板にも通風庫が設けられているとともに屋根にはガーランド型通風機が6個設けられている。側扉は幅1 7 0 0ト、mm、ルの片引き戸である。下室内には折りたたみ式の構成棚が1段設けられている。下室内壁には木製の内張りがあり、爪板のくしげタブには厚さ1 5ト、mm、ルのフェルトが貼られている。 1> 積む1系の軸ばね指示装置は、リンク式で最高運転速度は時速6 5トルであったが、1958年から1959年にかけて、当時残存の全車が2段リンク式に改造されて、最高運転速度時速7 5トルとされ、積む1000型に編入された。車軸は12トン長軸である。積む1000型は、 つむ一型と同一の車体に二段リンク式走り装置を組み合わせた形式で最高運転速度は時速75キロメートルに向上した。近畿車両、鉄道車両工業、京山工業、なに工機、川崎車両、富士車両、日本車両製造本店、支店、荒木南車両、輸送機工業、富士重工業、若松車両、 東急車両製造で1953年に100両、1960年から1963年にかけて900両の軽線量が製造された。過失の寸法は、両形式とも長さ 7200mm、幅 2260mm、高さ 2230mm で、床面積は16.3平方メートル、容積は36.5立方メートルである。 全長は 8200mm、全幅は 2763mm、全高は 3880mm、軸距は 4200mm、地上は11.0トンである。積む1000型は積む1型からの改造車を含めて総数1598両となり、通風車の標準形式として全国で野菜や果物などの輸送に使用されたが、 昭和40年代から廃車が進み、1985年度に形式消滅となった。ありがとうございます。